毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回はハイブリッドクランクハイクラのこっちのヘッド部分とこっちのボディ部分のマテリアルを流してみたいと思います。それではヒロボーを作ります。まずはヘッド部分から作成していきます。毛糸をつけるのに釣り具屋さんで売っている報復印のステンレス材 0.6 ミリを使います。35ミリぐらいでカットしました。ウェイトの位置からいってみたいと思います。マーキング用のファイルをこういう感じで当ててマーキングしました。デザインカッターで薄く溝を彫ります。今回ウェイトは釣れるんですの割引の代替を一つつけてみたいと思います。ラジオペンチなどで軽くつまんでおきます。だいたいど真ん中ぐらいに来るようにセットします。こういう感じでセットします。次にワームキーパーを報復印さんの高級ステンレス材の 1.2 ミリで作ります。ケーバさんのワイヤーループプライヤーでポキッと曲げます。そしてまたポキッと曲げます。曲げたやつをカットしてこういう感じでセットします。ホームセンターなんかで売っているステンレスワイヤーとアルミロック缶でこういったものを作ります。ステンレスワイヤーにアルミロック缶を通して折り曲げてそして通ったらラジオペンチのここでギュッと押さえつけます。せーの、ギュッ、こういう感じで止まりました。そしてこの端片方を引っ掛けておきます。引っかかったら蓋をして木の板を当ててクランプで留めます。今回もライガさんの発泡ウレタン樹脂のルアーキャスト06番タイプを使います。タイプ3のルアーキャストの量がフィラー 0.7g、 A 材 7g、 B 材 7g だったので今回はフィラー 0.4g、 A 材 4g、 B 材 4g でいきたいと思います。それでは A 材 B 材フィラーが揃ったので混ぜます。そしてよく攪拌します。入れます。足りますように。10分から15分待ちます。これでできました。足りたようです。やったね。それではカチカチに固まったのでオープンしたいと思います。よいしょ。果たしてうまいこと言ってるんでしょうか。オープン。おー、よいしょ。こういう感じでできました。バリなどを取ります。そしてステンレスもカットしておきます。600番ぐらいで綺麗にしていきます。ルーターの先にダイヤモンドミニカッターをつけて削ります。こういう感じで削れました。
次にラインアイ、フックアイの位置にマーキングしてピンバイスの1ミリで下穴を開けておきます。こういう感じで丸1番タイプ、そして丸2番タイプ、丸3番タイプという感じでできました。適当なところに穴を開けて引っ掛けるものをつけます。セルロースカラーホワイトでドブ付け3回行っておきたいと思います。ドブ付け1回目乾燥中です。次にボディ部分を作成します。マテリアルは 2L さんのプラスチックアームのレギュラーの硬さでいきたいと思います。そして使うのはソフトルアー専用潤滑油、色はホワイトでいきたいと思います。ラメはレッドでいきたいと思います。そしてパールを混ぜておきます。型を水につけてひたひたにさせます。ひたひたになったらソフトルアー専用潤滑油を筆で塗っていきます。弱火から中火で温めます。透明色になったのでカラーを入れます。金属の棒でよくかき混ぜます。それではまずは丸1番から入れます。よいしょ。さあ、うまいことできてほしいですね。よいしょ。次に丸2番です。尻尾のところを入れて、そして締めてガムテープで留めます。よし。また入れます。よし。次に多分丸2番です。おお、できてます。冷水にさらします。残りは丸3番、オープン。できてます。冷水にさらします。フローティングタイプなので浮きます。よく冷めたのでいらない部分をハサミでカットしていきます。よいしょ。これでハイブリッドクランクの丸1番のボディが完成です。少し空気が入りましたが気にしないで使います。そして丸2番、こういう感じです。次に丸3番、こういう感じです。それでは合体の日まで大切に取っておきたいと思います。今回はここまでです。ご視聴お気に入り。